はい、どうもこんにちは。最近ちょっと更新ができてなかったんですけれども、久しぶりのね、Photoshop のチュートリアルをやりたいなと思います。ちょっと質問をいただいたんですけれども、Photoshop のね、チュートリアルシリーズを今まで何度かやってきてるんですけれども、もっとね、基本的なところを教えてほしいよということで、具体的にね、どういう質問があったかと言いますと、写真に写ったセンサーダストの撮り方を教えてくださいっていうようなお話をいただきまして、今日はそれにお答えするような形でやりたいなと思っています。写真に写ったセンサーダストっていうのが何なのかっていうお話なんですけれども、この写真で言うとですね、こういうちょっと見にくいかもしれませんが、こういうものですね。ちょっと拡大をしてみます。これぐらい拡大したらわかるかなと思うんですけれども、これですね、こういう黒い丸になっているこの辺もですね、海のあたりにもありますけれども、ここにもあるんですけれども、こういう、カメラのセンサーにくっついた、ホコリだとか塵だとかが、写真に写り込んでしまっているっていうような状態になります。自分もよくやるんですけれども、外でレンズを交換したりとか、あとはカメラのね、絞りを絞り込んで、F16 だとか22だとかっていう、高い F 値で撮影をすると、映り込みしやすくなります。これはですね、センサーをクリーニングしていくことである程度はね、対策することができるんですけれども、どうしても映り込んでしまうものなので、後でね、どうやって除去するかっていうことを考えた方がいいかなと思います。ということで今日はそのお話をします。はい、ということで、いつも通り背景レイヤーをダブルクリックしてロックを解除しておきます。で、自分がいつもやる方法なんですけれども、簡単な方法としては、これが今ね、最初のレイヤーですけれども、ここで新しいレイヤーを作成します。こんな感じですね。ここで一応ですね、スポットリムーバルという名前ですねにして作業をすることが多いです。そしてここにあるスポット修正ブラシツールっていうツールですね。これを選んで、で、ここがですね、コンテンツに応じるってところが選択されている状態と、ここ重要なんですけれども、この全レイヤーを対象っていうところ、ここにチェックが入っている状態にしてもらって、この状態でですね、今ちょっと大きくして見ていきますけれども、こんな感じで、ここに丸をね、合わせてこうやってやると消えます。で、今この丸なんですけれども、大きさを変えることができて、このここでね、こういうふうにこんなふうに大きくしたり小さくしたりしてね、ブラシの設定でできるんですけれども、これとちょっと時間かかりすぎるので、カッコですね、カッコというか、なんて言うんでしょう、四角いカッコ、キーボードでいくと P の右側にあるというか、エンターの近くにあるやつなんですけれども、これを押すとこう大きくなったりちっちゃくしたりとか、そんな形になっています。これがですね、大きさに合わせて拡大縮小していきながら、こんな風に消していきます。ちなみにこの画面の拡大縮小を、自分はですね、Mac なので、コマンドと、マイナスキーですね、マイナスキーでこうやってちっちゃくしていく感じ、そしてコマンドとプラスキーを押していくと大きくなる感じですね。で、この画面を移動させるのはスペースを押すと、このツールが手のマークに変わるんですけれども、スペースを押しながらこうやって動かしていくような感じで、作業をしています。拡大縮小に関しては、マウスを使われている方とかは、オプションかな、オプションかオルトですね。 Mac の場合はオプション、Windows の場合オルトを押しながら、スクロールをするとこういうふうにね、このポインターのあるところに対してスクロールで大きくちっちゃくっていうのが、できるんですけれども、それはやりやすい方法でやっていただければいいかなと思うんですが、こんな感じですね。こんな風にして、画面全体を見ていくような形でやっていくというのが、基本的なやり方になるんですけれども、その時にですね、ちょっとやっぱり見にくいっていうこともあって、自分はですね、ソーラーカーブっていう、
機能というかやり方を使って画面を見やすくした上でやっています。ちょっとそれを説明したいと思うので、一旦このね、あのスポットリムーバルのレイヤーを削除したいなと思っています。まずはね、このアクションっていうのを使うので、アクションパネルを開いてください。もし開けてない方がいらっしゃいましたら、このウィンドウっていうとこですね、こちらのアクションっていうとこをクリックしていただくと出てきます。で、このアクションパネルからですね、新しいアクションを呼び込んでいただきたいなと思うんですけれども、こちらの右上のメニューのボタンを押していただいて、アクションの読み込みを押していただきます。で、こちらのね、今あの MI ソーラーカーブ .atn っていうのがあるんですけれども、こちらのファイルはですね、概要欄からダウンロードできるようになっています。で、これを選んで開くも押してください。そうすると、MI ソーラーカーブっていうアクションが追加されていることがわかります。とりあえずね、実行してみましょう。こちらのね、ソーラーカーブっていうのがソーラーカーブを作るもの、そしてデリートソーラーカーブっていうのが、使い終わった後にソーラーカーブを消すっていうものになります。まずどういうものかっていうのをお見せしたいので、このソーラーカーブっていう方ですね、作る方ですね、こちらをこの選んだ状態でこの再生ボタンを押して実行をしてください。はい、こんな感じですね。ちょっと何が起きたんだろうっていう感じかもしれませんが、今ね、このレイヤー0っていうのがあったんですけれども、この上にいくつかレイヤーができています。このね、マージドっていうこのレイヤーなんですけれども、これをですね、この下にいくつか作業しているレイヤーがもしあったとしたら、それをね、こういうふうに一つにまとめてあるという感じのレイヤーですね。ここで言うと今レイヤー0だけなのであまり意味はないですが、まあ、レイヤー0のコピーみたいなものだと思ってください。そして先ほどと同じスポットリムーバルのものがついてまして、で、一番上にね、このソーラーカーブっていうトーンカーブのレイヤーがついています。これちょっと見てみますと、こんな感じですね。こんな感じのちょっと面白い形のカーブができています。このカーブがあることによってですね、先ほどもですね、この辺のダストを消したんですけれども、このカーブをね、ちょっと今つけたり消したりしてみますが、これがこれになるということで、まあこれはね、もともとこの辺のは見やすいっちゃ見やすいんですけれども、こうすることによってこの海の中にあるこういうあたりですね、この辺のダストが見やすくなります。この辺とかもそうですね。で、ですね、ここ重要なんですが、この状態でこのスポットリムーバルのレイヤーですね、ここを選んだ状態で先ほどと同じようにこのスポット修正ブラシツールでこんな風にね、消してあげます。こんな風にですね、こうもですね、まあ、ちなみにこんな感じで進めていくと、まあこれで消えたとしてもこの色になっちゃったら意味がないんじゃないかと思うんですが、最終的にね、このソーラーカーブを消してあげれば元の色に戻ってダストは消えているってことですね。で、このスポットリムーバルっていうレイヤーを消すとダストが元に戻ります。こんな感じですね。こんな感じです。なのでこれをつけていることによって見やすくなった状態でダストを消していくということができます。まあ、一応このね、デリートソーラーカーブっていうのがあるので、これも使ってみますが、これを使ってここで再生をしていただくと、必要のなくなったソーラーカーブが消えて、まあ、スポットリムーバルしたところまでで終わりますということになりますね。はい、ということで今日はですね、このスポット修正ブラシツールですねを使ったスポットリムーバル、スポット修正のやり方と、まあ、その時に便利なソーラーカーブ、そしてそのソーラーカーブのアクションを配布していますというようなお話でした。かなりね、シンプルなお話になるんですけれども、まあ、写真を始めたばかりの方とか、ちょっとね、ワンランクアップしたいっていう方にはちょっと使えるテクニックなんじゃないかなと思うので、ぜひやってみていただければ嬉しいです。もし何か質問とかリクエストがあれば、コメント欄の方に書いていただければ嬉しいです。あとですね、まあ今日のね、動画が良かったよって方は、グッドボタン、そしてまあチャンネル登録をしていただければ、また励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。